さあ、そうこうしているうちに両チームともサイドラインに並びまして、これより後半戦再開の時を待ち構えております。前半戦を終えまして、大手門学院が5つの立ち上げを上げ34点のリードを確保する形に至っておりますが、さあ総督、この状況を打開できる策をこのハーフタイムで見出すことができたでしょうか。後半戦再開の時近づいております。非常に嬉しく思いますが、ここでマウンボイズ様、石井様からメッセージありましたね。ナンバー変更があったということですね。19番つけているのが18番登録になっている伊達選手ということで、この試合19番では伊達選手としてご紹介させていただきます。須貝様、メッセージありがとうございます。須貝様、こちらの方は X リーグの、スーパーや、エリアといったところを実況していただいている須貝明さんです。メッセージありがとうございます。非常に嬉しく思います。この今週末の土曜日、確かライブリッジボールとして称されております全日本の甲子園ボールトーナメント1回戦、北陸対、中四国学生の試合の配信、こちらの方の実況をお願いしまして、こちらの方を心よくお受けいただけましたこと大変感謝申し上げます。今シーズンはこの、北陸対中四国も非常に面白い一戦になると私個人的に思っております。ぜひ、白熱のある実況を お願いしたいと思います。さあ試合再開となります。総督高校のキックオフで試合再開です。総督高校キックオフしますのは21番、本日攻守ともに活躍している内藤が務めます。ここでオンサイドいった。しかしこのオンサイドキックは大手門学院確保する形にしまして、大手門学院自陣47ヤード間の攻撃に入ります。総督、まず後半最初から仕掛けてまいりました。まずオンサイドキックしまして攻撃権得ようとしましたが、これはしかし大手門許さず、大手門が攻撃権を得ます。大手門学院、失礼しました、確保位置変わりましたが、大手門学院高等学校自陣43ヤードからのファーストアウト、最初の攻撃開始です。大手門学院高校自陣43ヤード付近からファーストダウンプレー。さあまずランプレーから入りました。何が21番ハンドフから右オフタックル付近を突破、タックルを回しながら自陣、約9ヤードのゲインを獲得するに至っております。見事なランを見せましたのは大手門学院21番の、中村でした。2年生です。大手門学院セカンドダウンのコリ1ヤード、ボールオンは相手陣48ヤードとなっています。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック4番、右に展開していたワイドレシーバー15番にパス、これを15番伸びがあるようにタッチして攻撃権更新です。大手門学院高校ファーストダウン。ここでクォーターバックを大手門学院変えてまいりました。クォーターバックは大手門学院高校4番の有田に代わっております。そのパスを取りました15番の坂田でした。共に2回生のプレイヤーです。さあ大手門学院ファーストダウン10、ボールオンは相手陣43ヤード。今度はクォーターバックが足で見せました。大手門学院高校ファーストダウン。クォーターバック4番ハンドオフをフェイクしまして右アウトに展開。相手ディフェンスを見事なカットバック切りまして振り切り、そのままサイドライン駆け上がりまして攻撃権更新となっております。大手門学院高校ファースター、鮮やかな見学見せましたがクォーターバック4番の有田でした。2回生です。失礼しました、2年生のプレイヤーです。大手門学院高校ファースター運転、キュービーサークここでパスプレーに行こうとした大手門でしたが、そこのクォーターバック下がりましたところ、総督高校50番殺到しまして9塁した約10ヤード近いロスを奪いまして大きなロスを奪っております。見事キュービーサック決めましたが、総督高校50番の渡辺3回生です。失礼しました、3年生、素晴らしいプレーを見せました。さあ大手門学院セカンドダウン20の状況、
さあ今度はラニ枠にトスし左オープンをつきます。ラニ枠6番でしょうか。そのトスを受けまして左オープンを展開し、約10ヤード近いゲインを奪う形に成功しております。失礼しました。キャリアは8番の月岡でした。新入生のプレイヤーでした。ファーストダウン獲得まで残り10ヤード。大手門学院サーダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスで突破を図りました大手門。しかしその4番のパスを取りましたのは総督高校7番。インターセプトにより攻撃を奪取しまして総督高校に攻撃権変わります。ターンオーバー。見事インターセプト決めたは7番の平本1年生です。失礼しました。1年生の平木がインターセプト決めました。さあこの1年生の踏ん張りによりまして攻撃を得た総督高校、自陣12ヤードからの攻撃に入ります。総督高校ファーストダウン10。さあまず QB が行きました。クォーターバック21番スナップを受けてすかさず中央へのランプレー。果敢に中央突破を図らんとしましたが、しかしこれは大手門学院が抑えましてノーゲインとしています。セカンダウンに変わります。しかしここは大手門学院高校ディフェンスライン56番重山義孝がタックル。外高校セカンダウン10。外高校セカンダウン10。ナイスランファースト。ここで中央のランプレー。ナビロック19番ハンドフケ、そして味方ロック宮田に行きまして一気に独走。相手ディフェンスを振り切るという素晴らしいスピードを見せまして大きく前進。総督高校ファースト。ウォータータイムアウト、水分補給のためのタイムアウト。見事なランを披露しましたのは総督高校18番、19番つけております伊達でした。3年生です。レフェリーによりますウォータータイムアウトが変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。先ほどのプレーは総督高校ランニングバック19番伊達健人のランプレー。23ヤードをゲインしファーストダウンを更新しています。総督も素晴らしいプレーを後半披露し始めております。ハーフタイムで見出した何らかの脱策が実ったかのような鮮やかな攻撃が展開されています。さあ総督タッチダウンを狙うことができるでしょうか。前進しましてファーストダウンからの攻撃でこのウォーターブレイク解けます。さあウォーターブレイク解けまして試合再開です。外高校自陣34ヤードからのファーストダウンテ。さあこれを出ます。今度は右サイドつきましてこのランにより約5ヤードのゲインとなっています。オフェンスライン陣もここへ来て素晴らしいブロックを披露しております。キャリアは19番の伊達です。外高校セカンドダウン5。ボールオン自陣39ヤード。さあここでクォーターバックのランを投入しました。
一旦は中に来てコマンというところ、しかしディフェンス陣その走路を塞ぎましてサードダウンに変えます。クォーターバック21番内藤トライのランプレー。このクォーターバックのランプレーに関しては大手門も警戒を強めている模様です。総督高校サードダウン5。総督高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り4ヤードから5ヤードほど。さあ強いた、さあ密集点突破、なんだか攻撃転足ファーストー。ここで総督好調なランを展開しております。19番に託しました。ハンドオフが19番、タックル受けながら密集点飛び込みまして見事攻撃権更新になっております。総督高校ファーストー見事攻撃権更新しましたが、19番の伊達です。3年生素晴らしいプレーを披露しています。さあこれによりまして自陣45ヤードからの攻撃に入ります。総督高校ファーストアンテン、さあオプションプレーによって状況打開を図ったランニングバック19番にピッチし左奥に突きましたが、しかし大手門これを許さず、ゲインは1ヤードにとどめております。タックルしたのは大手門学院高校ラインバッター21番中村慎太郎でした。タックルしましたのは大手門学院21番の中村です。2年生外高校セカンドアウンナイン、ややプレーになりましたがクォーターバックキープを展開しました。ボールを拾い上げ右オープンを展開しまして約4ヤードから5ヤードのゲインと変えています。ゲインは2ヤード。ここで第3クォーター終了となります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりまして大手門学院高等学校34点、総督高等学校0点で現在、その差、5タッチダウンとしまして攻守方向を変わり最終クォーター第4クォーターに移ります。